have got a following comment from a person named Pauline Sam. He or she writes that a strange object was spotted in the sky above Mount Asama in Japan. And he or she writes that what appeared to be a gigantic UFO was caught there on a live camera that is constantly filming Mount Asama on February the 27th, 2022. According to Prinsan's report, the object had been there for quite some time, but Prinsan, who was driving under it twice a week, couldn't see anything with his or her naked eye. So, Prinsan writes that this object may be similar or looks similar in shape to an object photographed over Japan in 2018. さんという名前の方から次のような情報が届いています。日本の浅間山上空で奇妙な物体が浅間山を常時撮影しているライブカメラによって、まあ、つまり巨大な UFO らしきものが撮影されていたというのです。プリンさんの報告によればかなり長期間の間その物体はずっとそこにあったようですが、その下を車で運転していたプリンさんには肉眼では何も見えなかったと言います。で、この物体が2018年に日本上空で撮影された物体と形がよく似ているのではないかというのです。広志林浜松シティジャパン February the 25th 2024。
In 2016, a huge giant UFO appeared in the sky over the North Sea and was captured by a person walking along the beach. I, Hiroshi Hayashi, once determined that the UFO was real, but the suspicion that it was a propaganda film for a movie is now widely discussed. However, on October the 1st, 2023, additional evidence has emerged that this video may be real. I, Hiroshi Hayashi, would like to share this additional evidence with you. Thank you very much. 2016年、北海上空に巨大な UFO が現れ、その UFO は海辺を散歩していた人たちによって撮影されていました。その UFO について、私、林浩氏は一度は本物と判断しましたが、映画用の宣伝映画であるという疑惑が一般に論じられるようになりました。しかし今回、2023年10月1日、この動画が本物かもしれないという追加証拠が出てきました。その追加証拠をこの動画の中で皆さんに紹介します。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan, October the 2nd, 2023. Miss Alicia Friedman wrote to me through Facebook together with an article about a UFO over the North Sea. An article in which she wrote as follows. Since the footage and the article do not discuss important details, many people concluded that such sighting is a clever hoax known as a product of CZI technology. However, other individuals who view the footage have suggested that it could be a mothership that looks like a legendary mythical alien known as aBlack Knight Satellite. One even believed that an alien is a sampling collector that will be converted into a mothership in the dark cloud later on. Until now, the footage remains a mystery. Ima goran itadaite iru shashin wa左から2016年北極海上空で撮られたマザーシップらしき、まあ、UFO ということになります。そして中央が1996年ジョナサン・リードが森の中で撮った写真です。そして一番右側ですね、 ISS の固定カメラが2014年の1月29日に撮られた UFO です。これら3社は大変よく似ていますと言いますか、同じ星型の UFO ということになります。広志林、浜松セティ、ジャパン。アリシア・フレドマンさんという方から一通の手紙が届きました。その中でアリシア・フレドマンさん自身のブログが紹介されていました。これがそのブログです。北極海上空で、まあ、マザーシップと思われる巨大な UFO が現れました。まあ、それについてアリシア・フレドマンさんがですね、まあ、これは偽物なのかそれとも本物なのかと、ひし形の UFO です、
一般には合成されたインチキ写真と言われていますが、これは本物でした。まず別のサイトで紹介されているそのマザーシップの動画をご覧いただきます。この中央丸の部分に注意してください。相当と言いますか、信じられないほど巨大なマザーシップということになります。それがこのように北極海上空に浮かんでいます。下には黒い影のようなものもできています。そしてその周囲をですね、一機の別の UFO が飛んでいます。何かしら警戒しているかのようにも見えます。この動画は北極海上空で2016年に一人の漁師によって撮られました。で、この、UFO、マダーシップがですね、アリシア・フレドマンさんのメールによれば、やがて上昇していって、雲の中に消えていったと。そういうことですよね。で、ちょうど上昇して消えていくところです。で、私はこのマザーシップは本物と判断しました。その理由の第一は、去る2016年11月28日に私自身が、私たちが神と呼ぶエイリアンに見せてもらった UFO と特徴が一致しているからです。全体として見るとですね、黒い物体ということになります。そして形がひし形である、幾何学的な形をしているということですね。がそれが理由ではありません。このマザーシップと思われる、巨大な UFO ですから、今まで私たちが、見てきたといいますか、ている UFO とは、形も大きさも違うということですね。が、この UFO は本物です。というのも、私が11月28日に見せてもらった UFO はですね、輪郭が極めてクリアでした。その輪郭にはコバルトブルーの明るい輝く縁取りがありました。今そのマザーシップが上昇して雲の間に消えていきます。で、その縁取りを皆さんにもご覧いただきます。このマザーシップをですね、注意深くご覧ください。私はこのマザーシップをがですね、本物であると判断しました。明度、彩度変えてみますと、そのマザーシップの周辺に光り輝く縁取りが現れてきました。この縁取りこそがですね、私が2016年11月28日に見せてもらったクラフトの特徴と一致します。この輝く縁取りに注意してください。この輝く縁取りに注意してください。で、最初の話に戻ります。左から2016年北極海上空に現れた UFO です。そしてこれがジョナサン・リード氏が森の中で撮った UFO の写真です。そして右が2014年 ISS の固定カメラが捉えた UFO ということになります。この3社はひし形の形をしているという点で一致しています。大小様々あるということなのでしょうか。ともかくもそのコンセプトは同じだということです。
まあ、このような形の UFO も実際には存在するということになります。結論はこれら3者がですね、みなインチキであるか、それともみな本物であるかということなんですけども、私はこれら3者はみな本物であると判断しました。その理由の第一が、左の、まあ、マザーシップの周りには私が見せてもらった UFO、 つまりエイリアンのクラフトと同じ光り輝く縁取りがあったからです。以上のように私の判断は二転しましたが、しかし今回ですね、日本上空に現れた2機の UFO と比較してみるとですね、どうやら本物であったのではないかという思い、考えが強くなりました。
On December the 30th, 2022, around from 7 p.m. to 8 p.m., a strange light phenomenon appeared in the night sky. The mysterious light was witnessed by many people in China, South Korea, and here in Japan as well, and some of them are photographed and filmed on videos. In response, the South Korean government announced an official view that it was due to a rocket launch test, and Japanese scientists have also explained that way. But if it was a rocket launch test, why were the photos taken in Kyoto and Miyazaki Prefecture about 600 kilometers away to each other? 2022年12月30日午後7時から8時にかけて奇妙な怪光現象が現れました。その怪光は中国、韓国、そしてこの日本でも数多くの人たちによって目撃され、その一部は写真に撮られたり動画で撮影されたりしていました。これに対して韓国政府はロケットの発射実験、によるものだと公式見解を発表し、日本の科学者もほぼそのように説明していますが、ロケットの発射実験によるものならどうして京都と宮崎県で写真が撮影されたというのでしょうか。互いの距離は600キロも離れています。広志林、Hamama City, Japan, January the 5th, 2023.右下の動画はですね、日本上空で撮られたと言われている、いた UFO ということになります。日付は2018年の8月です。で、私はこの動画のことをかなり以前に知っていましたが、クエスチョンマークをつけていました。ところがですね、それから約2年後ですよね、2年と4ヶ月後にですね、2020年の12月30日にですね、左上のような UFO がですね、中国、上海だったと思うんですけども、それから韓国、さらに日本の九州ですね、から日本の本州あたりでもですね、京都南っていうふうに書いてありましたけども、左上のような UFO が目撃され、そして動画に撮影されたり写真に撮影されたりしていたわけです。で、この両者を比べるとですね、大変よく似ているということなんですよね。で、左上の UFO はですね、中国、韓国、日本、京都でも撮影されているという点でですね、信憑性が極めて高い、イコール本物と考えてよいわけです。となると右下の UFO もですね、大変よく似ているという意味においてですね、本物と考えてよいのではないでしょうかということになります。宮崎県の立花天文台の台長の方はですね、これはロケットの噴煙によるものだと説明しておられますが、本当にそうでしょうかということになるわけですけども、これがですね、当日といいますか、韓国政府が発表したロケットの発射実験の時の様子です。これはロケットですよね、下から上に上がっていって、そして墜落してきたということです。それはわかります。これはしかし、これは韓国国内でのロケット発射実験なんですよね。それがどうして京都や宮崎県で目撃されたかということになるわけです。まあその
その天文台のですね、台帳の説明には無理があるということになります。で、中国でも同じように、このように撮影されていることですね。しかもこの光というのはですね、ロケットの噴煙によるものではなくてですね、円錐形になっていますね。つまりラッパのようになっていて、そのラッパの中がですね、空洞のようになっている風様もですね、この写真から見て取ることができます。何よりも奇妙な点はですね、その開口現象の下にですね、紐のようなものが撮影されているという点です。この紐のようなものについては、記憶にありました。クレアモントで撮影された開口現象です。話を戻します。 USA のクレアモントで大変奇妙な物体が撮影されていました。時期は2013年の初め頃と思われます。 Google Earth の写真の中に写り込んでいました。それをこれから皆さんに紹介しますけども、この物体がですね、何であるかということなんですけども、当初ですね、私この動画を発表しましたら、風船だというふうに視聴なさる方が数多くいらっしゃいました。しかしですね、Google の写真というのはですね、遥か高い宇宙から撮っているわけですよね。その宇宙から見て、例えば風船の高さというのはせいぜい200メートルとか、高くても300メートル、400メートルですよね。宇宙から見ればですね、地上もですね、200メートル、300メートル、500メートルも、つまりは同じ距離だということですよね。そういう中にあってですね、これからご覧いただくような物体が映り込んでいたということはですね、もしそれが本当に風船、つまりはアドバルーンのような風船で、ような風船であるとするならばですね、巨大なアドバルーンということになるわけです。例えばこの宇宙から見てね、このように映っているということはですね、家の大きさと比べても、その家の大きさよりも大きいアドバルーンということになるわけです。で、今日はですね、ここでこの風船にですね、風船じゃありませんけど UFO らしきものなんですけどもね、紐がついている点に注意してください。全てについているわけじゃないんですけども、紐のようなものがついているのも映っていたということですね。で、この紐ということで先ほど紹介しましたね、今回2022年の11月12日ですね、30日に撮影された UFO とですね、類似点、共通点があるんじゃないかと思います。この時は、紐についてはですね、つまりはあまり注意を払わなかったんですけども、これが風船だというふうにですね、主張なさった方も多いわけですけども、またそのような視点でね、私の動画に対して否定的な動画も発表されていたようですけども、紐といってもですね、これ途中で切れてるんですよね。もしこれが紐であるならば、ずっとね、その地上まで伸びているはずなんですけども、それがないということですね。また紐があるのもあるし、ないのもあるということで、紐説は消えたと思います。また風船説も消えたということですね。で、これはやはり宇宙から撮った写真の特性なんですけども、横から見るとですね、いわゆるストリートビュー的に見るとですね、地上に張り付いているように見えるわけですよね。しかしこれは張り付いているわけではなくて、その写真の特性ということになるわけですね。例えば、東京タワーをですね、このような角度で撮りますと、東京タワーですらもですね、地上にペタッと張り付いているように見えるわけです。ですから、これは奇妙な物体ということですけども、要するに UFO ということですね。そしてこの形と同じ UFO がですね、その後、いろんな場面で、その他のUFO と、形、色、その雰囲気がですね、一致したということで、これはもう UFO と断定して良いのではないでしょうか。ナンバー551ですから、私が2012年、13年にかけて、制作した
動画ということになります。まあ、それにこのような物体が映っていたということなんですけども、やはりここで注意していただきたいことはですね、紐なんですよね。でもちょっと何を説明しているかというと、太陽はですね、太陽光線の方向を、まあ、見ながらですね、この物体は何であるかということなんですけども、まあ、奇妙なことにその反対側もやや光っているということですね。ですから、まあ、これは球形の UFO ということになるわけです。形がぼんやりしているのですね、その後、例えばボイド・ブッシュマンがですね、指摘してますように、まあ、こうした UFO はですね、飛行中は、まあ、パワーアップするとですね、何かしらの現象によってですね、まあ、その飛行物体そのものがですね、このようにぼんやりするということを、まあ、ボイド・ブッシュマンは説明しています。ですから、まあ、それもね、だんだんその後ですね、この後、いろんなその現象と、まあ、つながっていったということになります。まあ、クレアモントのこの、まあ、球形 UFO はですね、そういう意味でも非常に重要なと言いますか、資料となりました。で、まあ、この UFO にもですね、紐らしきものですね、ついているということです。まあ、今日は紹介できませんでしたけども、ブラジルで、撮影された UFO にも、やはり同じような紐のようなものがついていました。で、その紐からですね、小型の UFO が分離していく様子も撮影されています。まあ、紐という点からしてもですね、紐らしきものという点からしてもですね、繰り返しになりますけども、韓国のですね、ロケット実験による、まあ、その先まで紹介してきました、その、奇妙なその物体がですね、少なくとも消去法的に考えならばですね、韓国の、まあ、韓国軍によるロケットの実験ではないということになるのではないでしょうか、ということになります。まあ、クレアモントの今、その、休憩、まあ、その球形ってこれは斜めから見ているものですからね、楕円形になってますけども、真上から見れば球形です。そして地上に張り付いているように見えるわけですよね。つまり繰り返しになりますけども、もしこれが風船だとするならばですね、極めて大きな風船ということになるわけでありますし、この今これは森本聡さんに調べていただいたんですけども、今ピンが打ってありますね。その位置にその物体が映り込んでいたということです。まあ、ちょうどね、位置的にはですね、真東、真西を向いていたところに並んで、まあ、変態を組んでいて飛んでいたということになりますね。やはりここでもですね、2機ずつがですね、変態を組んでいたという意味においてですね、いわゆるツイン型と言いますか、いわゆる、まあ、大変こうなります。それ後ね、その後、例えばワシントンパニック事件においても2機ずつ並んで飛んでましたし、直近ではですね、私の勉強会においてくださる途中でですね、岐阜県可児市のですね、鈴木 Y さんがですね、中津川市上空で撮られた UFO もですね、やはり2機ずつの編隊を組んでいました。それからエリア50で撮られた写真もですね、2機ずつの編隊になっていたというふうにしてですね、クレアモントのこの事件がですね、その後、いろんな事件とつながっていったということになります。その原点にあるのは、やはりこのクレアモントのこの UFO 事件という、UFO ということになるわけですね。なおかつ、フォートワースでね、なんて言いますか、爆発的な事件が起きたことがありますけどもね、その時にもこの形の物体がですね、そのフォートワースの上空に現れていました。で、これは東京タワーなんですけど、真上から見るとこうなんですけどもね、まあ、これをずっと視点をですね、地上に下ろしてみるとですね、べったりと張り付いて見えるというところをですね、皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりですね、まあ、このような方向から、角度から見たときにですね、地上に張り付いているように見えるからといって、地上に張り付いているわけではないということです。ただし、高度はわかりません。極めてね、カメラを積んでいた衛星に近いところに飛んでいたのか、あるいは本当に地上スレスレを飛んでいたということかどうかについては分かりませんが、しかし、まあ、こうした物体がですね、少なくとも撮影した宇宙船と地上の間に、映り込んでいたということになります。ここではですね、やはりこうで紐を見ていただきたいんですけども、右の写真を見ていただくとですね、やはり紐らしきものが撮影されているのが分かります。で、これを、まあ、風船説を唱える方は、これが紐であるからアドバルンだとおっしゃっていますけども、それはありえないということです。結論ということになりますが、上の頂点、まあ、円錐形なんですけどもね、その頂点の部分から光を放っているように見えますが、この光もまた極めて不思議な光なんですよね。ずっとまあその円錐形にですね、光が下へ降りてくるわけですけども、途中でまあ水平にですね、切れていますね。この現象はですね、つまりはこのエイリアンテクノロジーの一つではないかと思います。というのは、
空中から光を発したとしますね。それが途中で綺麗に水平にですね、光が途切れるということは、普通私たちが地上、この地球でね、人間が経験する光ではありえないということになるわけです。で、結論ということになります。左はですね、2016年頃、北海で撮影された UFO です。右はですね、2020年頃、日本上空で現れた UFO ということになります。ともに最初に私が見たときにはですね、この両者とも偽物であると判断していました。ところがですね、左の UFO とですね、右の UFO を比べてみるとですね、全く同じであることが分かりました。上下逆さまにして左右反転しました。で、こうして比べてくださるとですね、皆さんもその事実に納得していただけると思います。ただ、やや傾きが違うと思いますので、左の方が全体に太く見えるということですね。で、細かいところを精査してみてください。私は全く同じと判断しました。2016年と2020年、4年の歳月を超えてですね、このように形が似るということは偶然ではありえないということです。つまり、これら両者は同じということになります。となるとですね、ソクラテスの弁証法じゃないですけども、両方とも本物なのか、両方とも偽物なのかということになりますけども、この両者の間には接点がありませんので、私、林博士は両方とも同じもの、つまり両方とも同じ巨大、いわゆる UFO、母船であると判断しました。